皆さんおはようございます。スルベイです。以前紹介したねミッケーナさんとの遭遇というねクエストがね今画面上の方に現れているんですけれども、こちらのゲイニッツの方でもですね、無事に手に入れることができました。その時にですね結成したデッキっていうのがこっちじゃなかった、これがそう、その時使ったデッキっていうのが、このデッキになります。結構力押しの感じなんですけれどね、実際のところね、この子を倒すために調達したカードだったり、ガチャを回してて大当たりしたカードだったりっていう子をねかき集めて、であとそのテクニカルのねその仕様に合わせてその役割分担みたいなこともさせてね、その上でどうにか時間はかかりましたけどどうにかね倒すことはできました。でそのカードを、リーダーとしたねデッキで、今登っているトコトノとのね青色のところをね登らせてみようと思っています。せっかく手に入れたからね、青色のねちょっと攻略の方も進めてるんですよ。芸術の方でですね、前日にトコトノと赤色は50回までクリアして、緑色も同様に50回までクリアしたんですね。今回はですね、ちょっと途中からになるんですけれどもね、この青色のステージ途中まで終わってますけど、ここから少しずつね登っていくような感じになりますが、その風景をね、動画としてね、楽しんでもらえたらなと思っております。リーダースキルにはね、この子のリーダースキルには謎り消しがねプラスされるのと、相手のターンが終了するごとに緑ぷよを優先してプラスぷよに変えてくれる効果です。プラスぷよは以前の動画の方でもね何度かお話にも出した通り、一つのぷよの中に2つ分ぷよが蓄えられている状態になっています。一つそのちょっと膨らんだ状態になるんですよね。ちょっと出しますけど、一回りちょっと大きくなって、でこれです。この状態になったものは1つ消すことで2つ分ぷよを消したものとしてねカウントされるという効果ですね。これを駆使してね加速しながらね ストーリーじゃないねステージをねクリアしていきたいと思っております。でこのステージは相手の攻撃力がねターンごとに増していく、リーダーの方に限ってですけどね、単ごとに増えていくのでね、できるだけ早いうちにリーダーの子を沈めることが課題になるかなと思っています。緑がない、いざとなればね HP 体力的に厳しくなったら着ぐるみさんがいます。星6ですけれど、この子の回復スキルを駆使してね少しでも安全に戦えるようにね集まっていけたらいいかなと思っております。まだこの階層の位置はね強気指数が2倍じゃないですけど 1.5 倍になるとかいうのもないのでですね、その点について安心して進めることができます。この子のスキルは、ネク編と謎り消し増やしてドア係数も3倍にしてくれるというね、
まあちょっと組み合わせがまた奇妙な感じの組み合わせになってますけどね。まあ実際にデッキ組むとね、何の関連性もないキャラクター同士で組むってことも結構あるものですからね。もうこの点についてはもう、その時の役割分担次第ですね。どれかわかんない。リーダーの子はとりあえず倒します。もう少し安全にいけるかな。ちょっと怒り状態でね、攻撃外れてしまったので少し稼いどこうと思う。まあよかった。どうにか間に合う。そこで10個増やしてきた。早いんだもんだって。それはすぐとっさに出てこないですよ、そんな早が。まあ混乱効果持ってる。まあ今の段階だったらまだ混乱が効きますからね。まあこれでも倒せますよね。相手のライフ200万ぐらいですからな。それ以内に収まるダメージだった。いや、それ以上のダメージ出せるんであれば、まあ、司書官さんと一緒できます。で、今クリアしたのが27回。そして次は28回。ね、階層ごとにね、さまざまな仕掛けがあってね、その、ね、階層の仕掛けをどのようにかいくぐって勝利を収められるか。というのがとことんのとね、まあ、テクニカルクエストの中ではね、難易度的には優しい部類に入るんですけれどね、まあ、その仕掛けに馴染むまでの間は結構苦戦すると思います。あとデッキの組み方もね、このとことんのとを攻略する中でね、少しずつまあ学んでいくね、まあ、学んでいく上ではまあね、重要なコンテンツだと私も思っています。まあ、最初のね、まあ、今ちょっとプリズムボール下に敷かれてたと思うんですけど、本来だったらね、あれ罠だからね、最初にプリズムボール消すっていうのがまあね、攻略のヒントにもなります。あれをね、プリズムボール巻き込んで消してしまうとね、最終ステージまでにね、こうスキルがたまらないことも結構あるんです。特に今40何回か忘れましたけれどね、その階層にたどり着く頃には味方のぷよ消し数が 1.5 倍ずつ増えてますからね、なおさら間に合いにくくなるという罠です。まあ、早く倒しすぎるっていうのもまあね、課題なんですよね。ちょっと問題もちょっと浮上してくるんです。最後にスキルをね、放たないといけないのにね、そこまでに溜め切れなかったっていうのはね、だからもうあえて消してしまうのも作戦のうちです。でその間に、まあ、プリズム全部消してね、まあ、ここでぷよ消し数ちょっと稼いでもらう。まあリーダーの子さえ落としてしまえば、まあ大体厄介な攻撃使ってくる子がいないのでですね、他のテクニカルクエストだったらまあそういったところでね、厄介な感じで作ったりしますけど、とことんについてはまだね、その辺は優しい方です。まあ、これでね、一掃できるからね、司書官さんのこれで大体一掃できますからね、一つ前のフロアでね、こう、スキルの用意するとかいうことに関してはうってつけです。私が好んで入れるシリーズですからな、初感は。
うん、その子はほっとくと復活してくるからね。天使と闇天使のどちらか見かけたら、まあターゲット取るのはもう鉄則みたいなもんです。混乱にしました、ね、相手のターンがね、まあ、相手の攻撃ターンが回ってきた時だけこの混乱の数字減るようになっているので、こっちが攻撃仕掛けても、ね、なんか解けたりとかそういうのはありません。まあ、麻痺だったら解けますけどね。混乱の時はもう相手の行動、相手が行動を起こすまではその1って数字がねなくなったりしないので、そこは安心できます。でこのミッケーナさんのスキルがこれですね。2属性以上の同時攻撃っていう条件が絡みますけれどね、エンハンス効果がつきます。そしてフィールド上の色プレをランダムで2個プラス上で、3ターンの間2個ずつ作るってことなんでね、1ターンに2個、2ターンに2個、3ターンに2個で、まあ、計6個ですけれど、それを分割して1ターンごとに分けて召喚することができる。でこの子はリーダースキルにも相手のターンが終わった後にそのプラスピを作ってくれるので、まあ、プラスピを作る上では結構エキスパートのクラスのシリーズとなっております。まあ、前回の、うん、前回のまあエリアスキーさんもまあそうですけれどね、まあ、リーダーにしてもプラスピオですし、スキル使ってもプラスピオですからね。だから加速のことに関して言っても、まあ結構ね、いい線いってるんですよね。よかった、わかるもんだよ。ということで討伐しました。28回。TP も55か。まあ55だったら結構ね、まあ、もっと大きいところありますけどね。まあこの、ね、トコトンの図とかって、ね、あんまり多くはもらえないんですよ、 TP は。 それこそ冒険クエとかの方が多かったりしますからね、割と新しい方。まあだから周回するんであればまだ冒険クエストはそんな方がいい。あ、爆弾ステージだったな。爆弾ステージはですね、相手、まあ、開始時点でこの爆弾の子にですね、先頭の爆弾の子に爆弾がついてまして、最初は5の数字になってます。これが、この爆弾の数字が1になって、その次のターンを迎えたら、無条件で、こちらに大きなダメージを与えてくるんですね。もちろん、階層が高くなるごとに、こちらの被害も大きくなりますのでね。それまでの間に落とすね、最初に落とせるかどうかっていうのが攻略の、ね、条件になっております。なので、まあできるだけこの、ね、盤面にもよりますけれどね、緑色の、まあ、今緑属性で遊んでますからね、緑ブヨをね、途切れることなくね、消すことができたら一番いいんですけどね。まあまだこの会場だからなんとかなりましたけど。これがもう49回とかになってくるとね、これが消せるかどうかっていうのが課題になってきますし、結構運ゲーにもなってますので、そういうのに強いカードね、こっちも対策練らないといけないからね。まあ例えばこうスキルの発動の早いねカードを忍ばせておいてね、こうリーダースキルにもなんかこうね、例えばこうネクストプヨを何か2回分なんかこの色にするみたいなカードとね、まあ そのカードと合わせるようにね、まあ、そのカード、まあ、まず何かこうネクストプヨを、ね、緑色に変えてくれる子をリーダーにするなりしてね、そこで消した分のプヨの数が15個だったとしたら、まあ、15個で発動できる子を隣に忍ばせておいてね、まあ、アタッカーとして使って戦闘の子を落とすとか、そういう風なやり方にもなってくるかと思います。まあ、それでまず1つ目はどうにかなるかというところですかね。まあ、一番もう代表的なんだったら、目覚めし力シリーズ入れるのがまあ無難かもしれないね。まあ、フェスカードなので手に入ったら、手に入ったんだったらまあね、まああると便利なカードとしてまあ、ね、上げておきます。
まあそれ以外だったらチャンスプヨを作る感じのね、条件ありますけれどね、9個以上のプヨを同時に消したらチャンスプヨみたいなカードを忍ばせておくとか、そういうのでもいいですね。まあフェスカードで言ったらキラ星のレムレスあたりが、まあその手のリーダースキル持っている、そういうカードをね選んで、まあデッキに加えてみてというのも、まあ狙い目かなと、まあ私はそう思います。でここは爆弾ステージで第3フロアになるとですね、爆弾のキャラクターが3体出てくるんですよね。そこもうまく処理できるように、まあね、しないといけないのでですね、まあ、どのフロアでもそうですけれど、最終的にはね、スキルもね、スキルの溜まったキャラクターが3体ぐらいいた方が安心できます。まあその中にちょっとね、こうアタッカーみたいなカードも入れておくとなおさら安心です。まあ、前傾しスキルとかでもいい。まあ師匠官さんはこうエンハンスの影響をほとんど受けないのでですね、それ以外の方で倒してしまってもいいかな。倒した。でここで爆弾が3体になります。でしかも同じターンに爆発しますからね、1体でももう沈められるぐらいの威力を持ってますからね、要注意です。でまあね、プヨ消し数を10個ずつ増やしてきたので緑プヨを10個消す必要があります。まあ、そのためにね、ネック編を前のフロアの時に使ったんですね。まあ、まだこの階層だからダメージ大きいですけれど、上がってくるとだんだん敵も硬くなってきますからね、まあ、本当の戦いはそこに行き着いてからだと言っても過言ではないと思います。まあ、ちなみにまあこういう、ね、盾とかないですけど、だいたいカバルーンさんにはこういう状態異常効きません。まあ、爆発するターンをね、遅延させることとかもできないのでね、ああいう凍結とか遅延スキルとか使ってもターン伸びたりしないので、ね、もうその爆弾マークがあっても、これがね、ターンごとにもう近づいてきてゼロになったら爆発ですからね。まあこれで倒しますけど、まあ、赤と青と緑については師匠官シリーズっていうのがあってですね、まあ、昔はですね、なんかこうね、なんか不定期にね、まあそういうシリーズの枠があって、そこで自由にね、素材とカードと自由、まあ、素材とカードといった具合にね、買うことできたんですけれど、今は、うん、あのイベントガチャのね、チケットからランダムで出てくるのでね、星6を狙うだけでも難しいですし、ね、こうグループ分けで売ってた時期だったらね、スキルレベル上げもしやすかったんですけれどね、まあ、それがなくなってしまったので、スキルレベルがものすごく上げにくくなりました。まあ、ここのために上げるっていうことが、そうとことんの塔のために上げるような感じになってくるのでね、まあ、その辺は好みにもよりますけれど、確か連鎖数が関係あるんでしたっけね。高い階層になってくるとね、3連鎖以上じゃないとね、こちらが攻撃、どんなにまあね、大きいダメージになるように消しても、ね、攻撃にならないって言いますかね、無効になってしまうんです。
ここのステージどうだったかな、ね、回数低いうちは2連鎖以上とかそういう条件がねあったりするんですけど、ちょっと覚えてないですね、この回数はどうだった。そろそろ緑ですよ、ね、まだ作ろう。あ、今出てきたりですと見落としちゃう。まあ条件があるっていうんであればね、その条件を逆に利用する手もあるんですよね。例えばまあさっき話した3連鎖以上の3連鎖以上の攻撃以外はね、無効になるっていう効果の場合は、あえて、ね、まあ、1回消すのをずっと続けてたら、まあ、攻撃はできないですけど、スキルだけは溜まるじゃないですか。なので、それを逆にチャンスとして使えば、スキル加速もいくらか容易になるっていう狙い面も一応あるにはあります。ステージによっては、ちょっとそれがまあ、恨みに出ることもありますけれど、特に3ステージ目なんかそうですね、もう、3ステージ目だったらもたもたしてられませんからね。まあ 2ステージ目と3ステージ目はもたもたしてられないので、まあ、早めに倒した方が安全っていうステージなので。さて、まあ、この子は次のステージにためとっとこう。この子はね、本当に何の緑、あ、今来ました。あ、そうだ、出てんだ、うん、まあこうやってね、攻撃できるかどうか制限がかかってしまうので、消せないときは本当に消せないんですよね。その環境が整っているときじゃないと。だからね、他のステージに比べるとどうしても時間かかってしまう。よし、まず1ステージ目クリア。まあ実際には今これとことの音遊んでますけれどね、まあ、同じ日にね、蒸気と暗闇の音イベントがね解放されるんですよ。で、ゲイニッツさんはまだちょっとカードの方がね、しっかり揃ってなかったりするところもありますからね。強力なカードって言いますか、フルパワーの方では多少の縁は、多少そういう運はあるんですけれど、その、テスクラスのカードがね、一向にたまらないんですよ。まあ、まだまだ本当にないですもんね。あっても、しずなぎさんのカードだけですもんね、キャンペーンの時にもらえたやつ。さすがにその1枚だけだと心もとないところもありますからね。だからまあどちらかといえば今の時期はフェスカードの方がねあると結構助かるんですけどね、これからちょっとそれをその辺のこともね、その辺のカードも集めていきたいなとは思ってます。こんなかけようか。次攻撃飛んできますしね。まあ今みたいにね、まあ自滅させるときに混乱は有効です。まあ大半のねテクニカルクエストだったら無効に終わりますし、とことんのと思う階層が高くなってきたらこの混乱盾がね普通にありますからね、まあ、その時はちょっとデッキ変えたりもしますけれど、
まあそうだな、これ使ってもいいか、ちょっと厄介ですからね。まあ、封印状態になっているので、まあ、無効になります。まあ、多分30回、35回まで来てないから生き残れるとは思うんですけどね。35回ぐらいから大体落とされてきますもんね。で、闇剣士いるから、この子が最初。タゲタ、うん、タゲタとかないと。復活させてくるからね。これで、まあ、今はまだこの階層だからこのダメージですけどね、もう40、49じゃない、まあ、45と50回でそれぞれこの強烈な一撃使ってくる敵がねラストフロアに出てくるんですけど、その時のダメージはもう大体こちらがね落とされるぐらいの勢いはまあありますから、ね、挑むんだったらもうその対策練っとかないといけないですよね。まあ、まだこの階層だからその9600ぐらいで済みましたけど、まあ、この子使えば一番早いんですけど、まあ、あえてね、あえてまあスキル加速ですか、まあ、今ほとんど安全みたいなもんで、こうやったらこんなかけるとかもその辺は自由で、まあ、この子でも倒せばいいです。これで30回もクリアですね、うん、青のワイルドさん40ゲットです。でこの30も確か3つもらえたね。30は誰に使おうかな、まだカード育ってきてないからな。一通りまあベースとなるカードはね、うん、このようにまあ上げてはきましたけれど、まあつい最近くのいちシリーズのもあったのでね、そちらの襲来の方もやりました。森の貴族もその前の襲来であったので、まあ、そちらもついでに取りました。青色のねワイルドさん30だったんだよね。さあ誰に使おうかな。3枚で上げられる子も結構いるっぽいけど、これね30がね足りなくても40の分も合わせた場合に星7になるというのも全部記号表示してくれるのでね、まあ、ちょっと実際に見てみないと ね全部ワイルドさん30での内容なのかどうかとかそういうのが変わってくるんですよ。一応その辺はじっくりと見ないといけないね。誰にしようかな、本当に。薬味もまあね、使うときは使うからね。星7になってからがまあ本番みたいなカードですから、この子だって。どうしよう。雅楽師さんをあげたから。漁師シリーズいた。漁師シリーズ上がるかな。30が3枚だね。じゃあ3枚をこの子に使ってもいいし。サゴさんあげたんよね。サゴさんは確かあげたはず。いや、一応蒸気イベントでね、サゴさん使うんです、かばってもらわないとちょっとね、苦戦するステージがあるので、そこでね。ということで、じゃあ、漁師シリーズの、まあ、ウト君に使いましょうか。まあ、これね、ワイルドさん30が3枚だから、本来だったらもうその時点でね、星7とか表示されないんですけどね、ワイルドさん40を使った場合、一応星7になるからね、あのように、先ほどの画面で星7表示されてた、ね、されてただけなんです。なのでね、ちょっと落とし穴になっているので。
まあ、そこのところはちょっと注意しておきましょう。まあ、一気に返信を選んでね、お任せみたいなのにした時っていうのもね、まあ、ちゃんとまあブレーキはかけてくれるんですけどね、ちゃんとワイルドさん30のカードだったら30の子は選ぶのところにね表示されるんですけど、40の子たちっていうのは表示されない状態で、まあ、とどめてくれるので、まあ、間違えて使ってしまうということは、間違えて使ってしまうということは一応防ぐことはできるんですけれど、まあ、そういう認識で一応あった方が安全ではあるということです。さて、一回動画を切らせていただきましょうか。ご清聴どうもありがとうございました。スルベでした。